んにちは。私はイカの妖精ぬるみ。私は北海道教育大学函館校の地域環境科学グループで勉強しているよ。今日はみんなにうちのグループについて紹介していくよ。まずうちのグループが大学全体の中でどこに位置するか話しておくね。北海道教育大学は札幌、釧路、岩見沢、旭川、函館の5つのキャンパスからなっているよ。そしてここが函館校。北海道の端っこの方にあるんだ。この函館校には2つの専攻とその中に3つのグループがあって、その1つが地域環境科学グループなんだ。では地域環境科学グループの基本情報を紹介していくね。一学年に約60人が在籍しているよ。男女比はだいたいこれくらい。出身地はほとんどが北海道と東北なんだね。そしてこの地域環境科学グループの特徴は、この大学唯一の理系の学科ということ。それから希望すれば理科と数学のどちらかの教員免許を取ることができるよ。すごいでしょ。2年生になると3つのコースに分かれるよ。プログラミングなどについて学ぶ情報系、物理、化学、生物、地学について学ぶ理科系、そして専門的な数学を学ぶ数学系の3つから選べるよ。授業を自分で選べるので、興味のあることに特化して学んでいくことができるんだ。例えば、1日で受ける授業はこんな感じ。これは理科系の人の時間割だよ。英語や体育の一般的な教科から、実験などの専門的な教科まで幅広く受けているね。じゃあ次はどんな授業があるかを見ていこう。これは音声情報科学というパソコンを使って音声を解析する授業の一コマだよ。左側にあるのはイと言った時の声を波形で表したもので、右側はエと言った時の波形。波形の山の数に違いがあって、イは2つ、エは3つあるのがわかるかな。普段話したり聞いたりしている声も情報として解析すると、こんな違いがあるんだと感じることができる面白い授業だよ。次は生物実験。顕微鏡を使って細胞を見たり、植物標本を作ったりするよ。パソコンを使ってデータ処理についても学ぶんだ。そして中でも人気なのが函館山実習。函館山に登りながら植物や鳥類を調査し、普段の生活では経験できない季節の移ろいを感じることができるよ。自然あふれる函館だからこそできる授業。頂上ではソフトクリームも食べられるんだ。他にもたくさんの授業があるよ。大学らしいところは、最終学年の4年生になって行う研究だよ。1人の先生に5から6人ずつついて、1年間研究室に所属して研究を行うんだ。研究室は友人と議論できる楽しい場でもあり、いろいろなことに集中できる場だよ。たくさんの研究室があるけど、ここでは時間がないので、私のいる三上研究室の紹介をするね。三上研究室では主に鳥類を対象とした行動などに関する研究をしているよ。その中でもスズメやカラスなどの身近な鳥類を対象とした研究を多く行っているんだ。研究活動も真剣に行っているけれど、他にもみんなでお散歩して鳥を見たり、畑を耕して野菜を作ったり、ご飯会を行ったりしているよ。やるときはやる、そしてとことん楽しむ、それがこの研究室。他
他にもたくさんの研究室があるから、どんなことをしているか大学のホームページで調べてみてね。最後に先輩たちから一言聞いてみよう。授業以外の時間にも親身に対応してくれる先生もいるので安心ですよ。教育関係の授業が豊富にあるため、さまざまな知識や技能を身につけることができます。教員を目指している方にはぴったりです。アルバイトをすれば先輩や友達と仲良くなれるし、お金も貯まるのでおすすめです。バイトしましょう。部活とサークルは合わせて50種類以上あります。新しいことにチャレンジしたり、同学年や先輩とつながりを作れます。地域環境科学グループのことを少しは分かってもらえたかな。大学では楽しいこと、学べることがたくさんあります。私はこの大学に入ってとっても楽しい毎日が送れています。みんなに会えることを楽しみにしてるね。バイバイ。